皆さんこんにちは。これより三菱地所 JCL プロロードレースツアー2022プレゼンテーションを開催いたします。会場にお越しいただいているお客様、そしてライブ配信をご覧の皆様、本日のご参加誠にありがとうございます。2022年シーズンの開催に先立ちプレゼンテーションをお届けいたします。各チームの代表選手に2022年シーズンのチーム体制、目標や意気込みなどを伺っていきたいと思います。皆さんこんにちは、J リーグチェアマンの片山京です。嘘です。JCL チェアマンの片山京です。ちょっと滑った感じですけども、冗談はさておき、この後本物のレジェンドのですね、キャプテンにも登場していただきますが、改めまして本日は2022、三菱地所プレゼンツ、ジャパンサイクルリーグロードレースのですねチームプレゼンテーションをお越しいただきましてありがとうございます。さっき言ったのですね、正直言うと冗談ではないと思ってます。 J リーグ誰でも知ってます。でも JCL なんて本当はですね、まだ誰も知りません。ただ去年ですね、コロナ禍において JCL はバンクリーグというですね、競輪場のバンクを使っているイベントとかも含めると15レースを開催できました。僕個人のことで言うとですね、去年までオリンピックのですね、競技運営の責任をしていた関係で、実はそのことに対しては全く貢献できていません。そういう意味でですね、この去年を戦ったというか、開催してきたスタッフを本当に誇りに思っています。でそれからまたそのシリーズをですね、作るにあたってですね、ご尽力いただいた投資家の方、スポンサーの方、一生懸命走ってくれた選手、チーム関係者、それからファンの人、スタッフですね、もう本当に心から感謝申し上げます。でそれで2022年にですね、向かいまして、本当にたくさんの事業体の方、自治体をはじめですね、いろんなすでにいろんなイベントを開いている方たちからもですね、たくさん のご誘致をお話をいただきました。57を超える自治体とか、自治体だけじゃないですね、いろんな事業体の方たちです。ただまだまだ正直自分たちは本当に始めて1年しか経ってなくてですね、そういったリソースの部分が足りなくてですね、徐々にですね、小出しの JCL と言われてまして、少しずつですね、まだまだシーズンを通して、皆さんに喜んでもらえるとか驚かせるようなですね、発表もしたいと思っています。JCL のですね、一つの特徴としてはやっぱり、競技場を持ってません。でそういった僕たちの使命はですね、まずこの競技を、この国でヨーロッパに負けないように、本場に負けないようにメジャーにすることだと思ってます。ですから、一つのお手本として J リーグのようにですね、地域密着型のチームが街をスタジアムとしてですね、本当にこう盛り上げて、元気にしていきたいと思ってます。でその先にここで育った選手をですね、なんとか集合体としてですね、走って、向こうでチャレンジして、で経験させてですね、戦わせてですね、パリとかまでは間に合わないかもしれないですけども、ロサンゼルスまでには間に合わせたいと思うようにですね、そういった橋をかけて世界を転戦するようなですね、そういったことをする使命を持っていると思っています。またそういうところもですね、おいおいこうまたお伝えできればと思っていますが、もう一つ付け加えさせていただくと、自転車というのはですね、スポーツではあるのは当然ですけども、その前に交通インフラであったりする部分だとか、将来、近い将来ですね、車が自動化とか電気化いうふうになってもですね、ここを本当にちゃんとした意味で共存してですね、共生していかなきゃいけないと思ってます。そうやって必要とされるとか役に立つものになって初めて応援してもらってですね、なっていきますんで、その意味では僕のこう目線というか立場から言うと、車と自転車か、それからスポーツとしてはモータースポーツと、それから自転車かとかですね、こういったところをコラボしてですね、さらに言えばもっとスポーツ庁が言っているようなスポーツを産業化するという意味では、もっと新しいいろんな世界の方たちとアライアンスを組んでですね、世界を広げて本当に日本中を元気にですね、活性化して、このスポーツを
盛り上げて、でそして世界に出て結果を出してですね、いろんな形で恩返しができるようにしたいと思ってます。皆さんのですね、どうぞあの力添えをよろしくお願い申し上げます。パコ社長よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。あのこの自転車界にさまざまな投資家の方々、それからスポンサーの皆様来ていただくことで、まあ、またこの JCL をこう活動のためにこう助けてくれているスタッフの皆さんですね、あの自転車界に今まで来ていなかったような方々がこの JCL が立ち上がることであの来ていただけて、こういった、まあ、2年目になりますけれども開幕のシーズンご報告っていうことができる、まずそれが本当に嬉しくて、本当に改めましてですけれども、あの投資家の皆様、スポンサーの皆様、ご支援いただきまして本当にありがとうございます。この場をお借りして厚くお礼申し上げます。本日あの開幕プレゼンテーション、今日お越しの皆様ぜひ、それから、ライブ配信お聞きの皆様お楽しみください。ありがとうございました。さあ、それでは片山右京チェアマン、加藤康則社長と一緒に JCL2021 シーズンを振り返っていきましょう。関初年度は3月27日に関関猛火浜ロードレースでスタートし、11月7日那須塩原クリテリウムまで合わせて10戦が行われました。佐藤社長、初年度となった2021シーズン振り返っていかがでしょうか。そうですね、本当にあのコロナ禍ということもあり、あの無観客で開催したりとかいろいろありましたし、本当あの開催すること自体が大変な中、なんとか15試合あのやらせていただきまして、まずあの開催させていただくにあたってご尽力くださった、各地域の皆様、それから、その地域で、自転車を活用して地域を盛り上げるということで立ち上がっている地域密着型のチームの皆様、そしてそのチームを日頃支えてくださるスポンサーの方々、ファンの皆様、本当にあの皆様のご支援のおかげでなんとか昨シーズン走ってこれたんだなということを改めて感じております。あのこの場をお借りしまして厚くお礼申し上げます。本当にありがとうございます。片山チェアマンにも伺いたいと思います。昨シーズン振り返っていかがでしょうか。まあ、正直あのみんなが頑張ってくれてるのを見ててですね、本当にどうなるかって、本当1年目で初めてこう、まあ自転車の未来を変えたいというみんなの思いがこう詰まってスタートしましたけど、まあ、心配で不安でこうの眠れない夜もありました。だけど終わってみたら、まあ、とりあえずまずは大きな事故もなくですね、それから自分たちが力を得ている映像なんかでも非常に高い評価をもらってですね、そういったところでは良、まあ、かったなってですね思うのが正直なところですね。ありがとうございました。以上、片山右京チェアマン、そして加藤社長と一緒に2021シーズンを振り返らせていただきました。それではここからは2022年シリーズについて引き続き片山チェアマン、そして加藤社長と一緒にご紹介していきたいと思います。まずは加藤社長、2年目を迎える今シーズン2022シーズンですが、 JCL としてはリーグの開催日、そして使命というのはどうお考えでしょうか。そうですね、ちょっとこちらあのスライドの方にも出させていただいているんですけども、まあ、モーストイベネイノベーションイノベーティブリーグ、ちょっとごめんなさい、一番大事なとこ噛んじゃいましたね。モーストイノベーティブリーグ、あの、まあ、革新的なっていうところですね、日本語にすると、あの我々としては、まあ、やっぱり自転車そのもの、あの、まあ、先ほど片山千山からも、あの、もともとインフラであるっていうね、あのお話もありましたけど、ここにも入れさせていただいてます。で我々としましては、あのやはり町がスタジアムになりますというところを各地方自治体の皆さんとあのご相談させていただいて、レース開催までこぎつけるということをずっとやってきてます。で、あのちょうど今日もお越しいただいてますけれども、あの三菱地所の皆様、あの町づくりというところで言うと、やっぱ10年20年それから30年とかね、本当に長い期間をこう考えて、いろんなものを作ってこられている、そういった方々が我々をご支援いただいているという中で、我々としてはやはりそのレースそのものを地域に根ざして、地域で自転車レースが開催されるということ自体がその地域活性にどこまで貢献できるかっていう、そこは本当に大事なことなんだなっていうことを考えています。なのでここにも
書かせていただいてますけれども、地元の経済にちゃんと還元できるリーグというふうになっていかなければならないというところと、自転車そのものが先ほども申し上げたインフラであるというところ、そういったところもしっかり我々のことでお伝えさせていただいて、ロードレースそのものの存在価値をやっぱり高めていけるような、そんなリーグであるべきであるというふうに考えております。なのでやっぱり革新的なところ、今まで自転車界できていなかったところを我々が立ち上がったことでできることということが増えてきていると実感してますし、やらなければならないという信念のもと今年1年走っていきたいなと思っております。そんな中で昨シーズン4勝ジャージ、今日ここ飾らせていただいてますけども、この4勝ジャージ獲得した選手に対して賞金が出せてなかったりだとかっていうこともあったんですが、今年はしっかりと出します。なので選手の皆さん、モチベーション高くレースに挑んでいただける、まあ、よりね、いつも通り走られると思うんですけど、よりモチベーション高く素晴らしいレースを見せていただけるんじゃないかなと思っております。また賞品なんかもね、しっかりと年間総合優勝を取った方にそういったものもお示しできるように今は活動しておりますので、ご期待ください。はい、このあたりは続報をお待ちしたいと思います。それでは続きまして、2022シーズンの開催レースの紹介です。2022年の開幕戦は4月16日、昨年度と同じく栃木県の真岡市と芳賀町でのロードレースを皮切りに、10月30日山口県秋吉台カルストロードレースまで合わせて12戦が現時点で予定されています。また昨年度はコロナ禍で残念ながら開催されなかった UCI レースツールド熊野も JCL ポイントレースとして予定されています。加藤社長、今後もレース数が増えていくという可能性に関してはいかがでしょうか。はい、いろんな自治体からお声掛けをいただけるようになりました。おかげさまで本当に皆様のおかげだと思っております。で、我々としてその、まあ、仕込みっていうのはちょっと言葉悪いんですけども、開催にあたってじゃあここにコース引いたら面白いんじゃないだろうかみたいな、そんな案件本当にたくさん来ておりまして、ここにもちょっとまだ書くことができないような開催候補地さんとの折衝っていうのは未だに続いております。ですのでレース開催数っていうのはちょっとここにお示ししている以上に、今後も発表、追加発表っていうのがあるというところをご期待いただけたらなと思います。さあ、そして片山チェアマン、今シーズン2022年度新たにチャレンジしていきたい、そういった試みのイメージはいかがでしょうか。はい、僕があんまり言うとですね、それまだ言っちゃいけないといつも怒られるんで、あれなんですけど、まあ、去年と違ってもうすでに今年もですね、イノベーションリーグから始まったフィナンシャルのトークみたいなですね、ああいったことも始め、そういったことで一般のこうファンの人たちとかから自転車に競技ではなくて興味を持っている人たちをこう取り込んでいくような、まあ、ツーリズムみたいなこととか、それから報道でやる競技なんで普通だったら沿道で見えちゃうんですけど、そういったもののチケットの販売とかね、新しい価値をもたらすとかですね、そういったことを DX を使ってですね、他の先進的なスポーツがみんなやってることを自転車の世界にもどんどん入れていこうっていうのをですね、少しずつは、トライアンドエラーですけど、まあ、ショーケースを作ってやっていくつもりです。新たなチャレンジも楽しみに待っていたいと思います。ありがとうございました。それでは最後にお知らせとなりますが、 JCL では新たな試みの一つとしてバーチャルアプリの開発を行っています。本日の会場内では体験コーナーを設置して、来場者の方に事前にご体験をいただきました。加藤社長、こちらのバーチャルアプリに関してご説明お願いできますでしょうか。はい、そうですね、アプリケーション、バーチャルアプリ、我々の方でちょっと開発していこうということになっておりまして、よく皆さんその雨の日とかローラー台を利用されて、ソフトウェアつないで、自分の自宅でアプリケーションで、例えばオンラインでつながった方々とレース対決したりだとかっていうことをこう日頃楽しんでいらっしゃる方々多いと思うんですけれども、我々としても国内でそういったアプリっていうのがまだ国内の企業で出せてるところでないんですよね。我々としてそれをまず国内初のっていうことをまずやりたいなというところで、実写JCL の開催地での
あのレース会場の映像をちょっと撮らせていただいて、そこをこう皆さんに走っていただけるような、そういうものもあの作っていきたいなと。もちろん全然それだけのことではとどまらず、さまざまなコースのご提供はあのさせていただきたいなと思うんですけど、やっぱり実写であるというところで、あのバーチャルの世界ではありますが、あの日頃 の, あのローラー台でのトレーニングとか、そういったところでこう楽しんで使っていただけるような、そういうアプリを我々として、あの今後、まあ、まだまだちょっとご覧になっていただいているものって開発中のものなので、あのもっともっと良いものにブラッシュアップしていきたいなというところですね。しっかりとリリースできるように頑張ってまいります。よろしくお願いします。選手、ここで本日 JCL のさらなる飛躍を応援するべく、こちらの方にお越しいただきました。どうぞ皆様盛大な拍手でお迎えください。先日 JCL 名誉顧問に就任が決定いたしました川口三郎様です。それでは川口名誉顧問より皆様にご挨拶を申し上げます。まあ、ご紹介いただきました川口でございます。実はある意味、スポーツジャーナリストの親しくしている二宮清純さんから片山右京さんが会いたがってる、会ってくれないかっていう話があって、何のことだろうと、まさかレーサーの話じゃないだろうなと思ってたら、お会いしたら、そのもうロードレースの話でびっくりしました。不安レーサー、しかも山岳家っていう、そこまでは知ってましたけども、自転車までやってるとは夢にも思わなくて、それも去年からスタートしているということで、それにしてはあまりニュースが僕の耳には届いてないなということで、それなら少しでもお役に立てればなということで、あのそういう役職をお引き受けさせていただきましたけども、果たしてどこまでやるかどうか。で、僕はあのヨーロッパに、今から何十年前だろう、1960年なんて、そんな話をしてもしょうがないですが、ヨーロッパに初めて代表チームの一員として行ったときに、ヨーロッパで自転車、サイクリング、そういうロードレースがこんなに盛んなんだ、サッカーとほとんど匹敵するっていうか、動員力としてはそういうそのロードレースの方がよっぽど人がたくさん集まるなっていうことでびっくりした思いがあります。まあ今、一般的に世界の三大スポーツというと、まあ、オリンピック、サッカーのワールドカップ、まあ、そしてこの前、まあ、日本でラグビーのワールドカップが開かれて、それが盛大だったから、そのラグビーを入れる人もいますけれども、それまではやはりこのロードレースが世界三大スポーツの一つと言われたんですね。特に、皆さんご存知のツール・ド・フランスというのは、僕が、1980年代だったと思いますけれども、NHK に BS ができ始めた頃、NHK の一番大きな目玉としてツール・ド・フランスを中継したんですよね。で、僕これを一生懸命見てました。で、こんなに多くの人がこんなにアルプス越えなんてすごいことをやるんだってびっくりした思いがあって、こんなところに日本人は一切出れないんだろうなっていう思いがありました。しかし、まあそれ以降何人かの日本人選手はそこには登場しているようです。まあ、そんなふうなことが世界の流れから言うと、日本でそういうロードレースが発展しないわけがないなと。今度、まあ、片山右京さんがそういうことで作られたということで、すでにスタートしてますけれども、ともかく日本人なら子供から大人まで、おじいさんおばあさんまで自転車には乗れるわけで、そういった意味で多くの人がこのロードレースというものの値打ちが分かれば、どん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 行動ですから、多くの人が参加して応援してくれることにはもう間違いないというふうに今確信しています。今あの、世界の三大スポーツと言われるこのロードレースが、まだ日本ではまだそれなりの地位は獲得していませんが、まあ、あのいろいろ今度この、こういう地位に付かせていただくについて僕なりに一生懸命勉強しました。そしたら国土交通省はですね、5、6年前に、もうそういう自転車を乗ることで日本全体をその長生きして元気にしていこうだとか、健康で長生きしよう、それから
まあ、日本の素晴らしい景色をそこで見て回ろうだとか、まあ、あの環境安全安心な環境を作っていこうと、実を自転車に乗ることによって日本を活性化したいということを国土交通省が言ってるんですよね。そしてまあ4年ぐらい前だったと思いますけれども、日本でジャパン、ロード、何だっけ、これもうね一生懸命僕覚えたんですよ、もうこういう人忘れちゃって、まあ、それはちょっと勘弁してもらいたいんですが、メモまでするんじゃめっともないな、ジャパン、なんとかルート、何でしたっけ、そのもう一つ前のそのそれをナショナルルート、ナショナルが出てくる、ナショナルが出てきたらそのナショナルのルートでルートって出てるんだけど、ナショナルルートはですね、3つのナショナルルートを日本で作った。でそれはあの茨城県の霞ヶ丘のリンリンルート、それから琵琶湖ルートっていうのは琵琶湖一周ですよね。そして何よりも僕の間近の人がそこに行きたいと言ってる人がいてびっくりしたんですけども、しまなみ海道という、あの尾道からあるいは愛媛県の、どこでしたっけ、どこでしたっけって言ったら怒られちゃうけど、その7つの橋を渡って、ツーリングをする、これはもう世界中の人がもう人気のあるルートで、日本人がそこに行こうと思ってもなかなか行けないから、今このコロナの最中だから私行きたいんだっていう人がいてね、そんなまで人気のあるルートがあるんだっていうんで、まあ、びっくりしたんですね。その後、まあ、あと北海道と、富山と、そして、千葉県の銚子から和歌山県まで、まあ、実際の直線距離は500キロあるかないかでしょうけども、いろいろ道路をあれして100、1500キロのコースを作って、この6つのルートを、まあ、日本のそういう景観を楽しむ、ロードレースを楽しむ、そういう場を世界にも提供していこうということで今やってるんですね。でそういうことに一番あの貢献できるのはこのまさにこの JCL なんですよ。だからこういうロードレースのツアーを通じて自転車がいかにその一般の社会の中に受け入れられてるか、一般の社会の中に自動車、自転車っていうものの必要性を感じるか、そしてそのことでやっぱり健康でもう長生きできるような環境を世の中で作っていけるか、そういうことをもうこの使命としてこのやっていけるということについて、これは絶対に成功しないわけないなと、まあそれは10チームからスタートするんですけども、まあ10チームでスタートするという意味じゃ、あの J リーグもはじめ10チームで、鹿島の町の人口は4万5千、こんなところで成功するわけはないと思ってたら何のことはない、日本で一番素晴らしいクラブとして成長した、そういう位置からすると、僕が出身の高石市っていうのは人口5万5千なんですよね。で唯一高石市だけ名前が入ってるのは気に入らなかったんですけど、今日責任者に名前入れてくれって文句言いましたら、それにするって言っていただいたんで、皆さんあとちゃんとチェックしておいてもらいたいんですが、9つのチームはちゃんと地域の名前が入ってるんですけど、高石市だけ入ってないんです。だからまあそういうでは高石市がこれから鹿島アントラーズのように、ロードレース界に名を残すようなチームになる可能性もあるわけですから、まあ、そういうことでぜひ地域面、地域の人たちと共に一緒に育ってるという意味で名前をぜひ入れてほしいと心から願っています。まあいや言いたいことがいっぱいあって喋らせたら10分か20分ぐらい喋りたいんだけど、なるべく短くしなきゃならないのは残念ですけども、要はもうこの、日本のスポーツ界全体を変える可能性がある。で僕自身個人的に言えば、さっきのしまなみ海道じゃない、しまなみ海道じゃないけれども、自分もね行きたいなーっていう思いがすごくあるんですよね。で今一般道を歩いてても僕の横で自転車がシャーッと通っていくと危なくしょうがない、後ろ来たらチリンチリンとか鳴らせよとかね、でそういうふうなことのを含めて、やっぱ自転車がいかに他の人の人にも安全にちゃんと運行できるような、そして日本中に自転車の行動がやっぱ絶対作ってほしいなと、そういうことになった時に僕のような年配者でも自転車に乗れるんですよね。僕は今一番の意味はその、し
しまなみ海道でずっと行ってみたいなっていうのは今僕の思いです。だからそういう年配者が安心してそういうふうなところで活躍できるようなそういう動きをこの JCL でやっていくことがこの発展そのものにつながると思うんで、ぜひ皆さんのご支援をお願いしたいと思います。もうちょっと喋りたいんだけどちょっと長すぎましたこの辺でやっていきます。どうも皆さんぜひ今後ともご支援賜れるよう心からお願いいたします。ありがとうございました。カブさん自身がもうそういうふうに言っていただきましたけども、まあ、本当に JCL はまだ若い団体です、組織です。でもそういった意味で本気で本当にここがみんなの選手を守ったりチームを守ったり、こういろんな意味で進化するにはいろんなこう語弊がありますけども、ビジネスとしてもですね、そういったスポーツ庁が推進するようなことも必要だと思うんですね。そういった一番分かりやすいお手本がやはり J リーグとかそういったことがありますので、僕たちは本当に連携させていただいたり、そうやって知見をですねいただいたりして勉強するところがあると思ってますので、全然ただのお飾りではなく、川口さんもおっしゃってくれてる、さっきも言ったんですけど俺自転車乗るからって言うんで、ちょっと最初補助つけようかなとかと思いましたけど、でも冗談さておき、みんながそうやって楽しめる環境とかで、この自転車ってものが本当に環境とか健康とかにもいいんだってことも含めてですね、知ってもらいつつメジャーになって応援してもらえる環境になるためにお願いをいたしました。ありがとうございます。さあその新規3人チームも含めて三菱地所 JCL プロロードレースツアー2022シーズンの出場チームを1チームずつご紹介してまいります。ゼッケンナンバー1荒城雄大、ゼッケンナンバー2中島康春、ナンバー3畑中雄介、ナンバー4山本元気、ナンバー5山本正樹、ナンバー6花田清正、ナンバー7小出美月、ナンバー8刈谷和俊、ナンバー9福田新平、ナンバー避難レーシングチームです。避難レーシングチーム監督をしております吉田と申します。レース開催に向けて、ご準備いただいております関係者の皆様ありがとうございます。チームとしましては、個人総合2連覇と、チーム総合、優勝を目指して、今年度も頑張りたいと思います。ファンの皆様に一日も早くお会いできることを楽しみにしております。よろしくお願いします。それでは選手にご登場いただきましょう。本日は昨年度山岳賞山本元気選手にお越しいただきました。今シーズンの目標、個人での目標というのを元気さん教えてください。個人ではやはり総合優勝を狙いたいですね。去年は動かしておられたのでそこを取るという意気込みでいきたいと思います。さあ開幕まで迫ってきましたが、現在のチームの状況というのはどうですか。そうですね、順調に各自トレーニング詰めていって、シーズンに向けてコンディションも上がっていくと思いますので、今年もやはり攻撃的で連携していければと見ています。さあそれでは最後に今シーズンチームとしての目標を含めて皆さんにメッセージをお願いします。そうですね、去年は、個人総合と山岳賞を獲得できたので、引き続きそこを守りつつ、今年はチーム総合も取れるように、まあ、全てをね取れるようにチームで団結して頑張っていきます。応援よろしくお願いします。今シーズンは、マトリックスパワータグですとか、外国勢の目標なんかも各チームしてきております、ですのでかなり厳しい戦いは予想されるんですが、我々もしっかりと、チームの底上げを図ってチームランキング1位、そして個人ランキングも1位を狙っていきたいと思います。まあ、チームとしては、多くの選手に勝てるようにそんなレースを展開して盛り上げていきたいと思います。それでは選手にご登場いただきましょう。増田成幸選手です。松田さん、まず今シーズンのご自身の目標を教えてください。はい、なんですかねまあ、僕だけじゃなくてですね、チームとして、まあ、個人総合優勝と、まあ、チーム総合とですね、はい、勝ち取りにいきたいなっていうふうに今考えてますね。まあ、僕自身、まあ、今年はですね一歩引いた
場所からですね、チームを、はい、盛り上げていきたいなと思っているのもあるんですけれども、まあ、またそれと同時にですね、優勝するところもですね、しっかりお届けしたいなと思ってますので、はい、頑張っていきたいです。その増田さんから見て今のチーム状況はどうですか？まあ、その個人総合優勝できるような選手が、まあ、何人も抱えていますので、まあ、決して、リーグの全体を通して年間通して戦うのは本当に厳しいことなんですけれども、まあ、誰が優勝を狙いに行く、個人総合を狙いに行くとか、まあ、開幕戦の時点では決めずに、全員で戦っていきたいなというふうに思ってますね。それでは最後に皆さんに開幕に向けてメッセージをお願いします。はい、今年は新しいチームも参入してきまして、さら、なる盛り上がりを見せるシーズンとなることでしょう。僕たちも、一生懸命頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。ビクタール広島監督の中山です。今年の目標は、リーグ優勝になります。今年はコンチネンタルの、登録をして、またいろんな各国に行けるようなそういう体制を、整えて、日本の中でもようやくビクタール広島強いぞというようなことをですね、示せるようなチーム体制をとってます。浅野も去年優勝しましたが、今年もそれに続けられるように頑張っていきますので応援お願いします。それでは選手にご登場いただきましょう。麻生圭介選手です。今シーズンは、去年総合3位ということでしっかり総合個人でも狙っていって、チームとしても、チーム総合1位を目指していきたいと思います。さあ、その中で今のチームの状況というのはいかがですか？外国人の新たなライアン・カバナ選手も加入して、僕とライアンの、日本柱で今年も戦っていこうと思いますし、また若手もいるのでしっかり、チーム力を僕も底上げして戦っていこうと思います。それでは開幕に向けて皆さんにメッセージをお願いします。今シーズンもしっかり、ビクトール広島を日本一位にすることに僕ら選手頑張っていきますので応援よろしくお願いいたします。スパークロイターレーシングチームの監督クロイターです。昨年はチーム総合成績3位、リーグ2勝いい成績を収められましたので、今シーズンはそれ以上を目指して頑張っていきたいと思います。リーグ総合成績3位以上、リーグ優勝3回以上を目指していきたいと思います。よろしくお願いいたします。黒枝沙耶選手です。先シーズン勝つことができなかったので一勝はしたいと思ってます。さあ、そしてチーム全体としては改めていかがでしょうか？そうですね、まあ2022年始まったばかりなんですけど、すごいチームの雰囲気も良くて、なんか今年はやれそうだと思ってます。新加入の選手もいますけれども、改めてチームの状況いかがですか？本当に新加入の選手ももう馴染んでチーム6人で戦い抜くことができると思います。さあ、それでは最後に皆さんに開幕に向けてメッセージをお願いします。今年も九州を代表するチームになれるように、JCL で戦って勝ちを皆さんに届ければいいなと思ってます。今年も応援よろしくお願いします。チーム目標は相模原の桑原です。今年はチーム設立10周年ということで、選手が一丸となってチーム目標らしいについて優勝を目指します。特にチームが得意とするロードレースでは攻めの走りでベテランと若手がうまく連携して感動を与えられるレースを見せられたらと思います。皆様の温かい応援をよろしくお願いいたします。小石優真選手です。この2年間くらい勝利から遠のいているので、まあ、チームとして別に誰ってわけじゃないんですけど、勝利を目指して頑張っていきたいと思います。さあ、10周年のメモリアルイヤーでもありますが、チームの状況今いかがですか？そうですね、うちも3人外国人選手がいるので、まあ、ここで2年間くらい一緒に活動できてないんですけれども、まあ、今年はおそらく一緒に活動できる見込みなので、本当にチーム一丸となって、ね、総合の方も狙っていければと思います。それでは最後に皆さんに開幕に向けてのメッセージをお願いします。そうですね、ぜひチーム強らしい走りを目指してみんなで頑張るので応援よろしくお願いします。
村瀬チーム代表の夏木です。2022シーズンも開幕が近づいてきました。夏村瀬としては、昨シーズン、チーム総合5位ということで、これは非常に手応えがある中で悔しい、最終的な結果だったと思います。今シーズンはクリテリウムもロードレースもしっかりと勝てるチーム仕上がったというふうに考えていますので、両タイプのレースでの優勝、そしてチーム総合上位に食い込めるように頑張りたいと思います。谷純正選手です。今シーズンチーム10周年ということでクラウドファンディングの方をさせていただきまして、多くの方にご支援いただきましてありがとうございました。昨シーズンはですね、チームとして1勝することができまして、今シーズンはよりもっと勝てるチームになろうということでここまで取り組んできたので、もっともっと勝てるチーム、また個人としても優勝できるように走っていきたいなと思ってます。さあ、そのチーム状況ですが、ここまでの今の手応えはどうですか？はい、そうですね、先週大分県の方で合宿をさせていただきまして、チーム全体いい流れで今走れてるなと感じているので、今年は開幕戦から強いブラーゼンを見せていきたいなと思っています。それでは開幕に向けて皆さんにメッセージをお願いします。はい、昨シーズン以上の走りをチーム全員でしてきますので、今シーズンもぜひレース会場、またネット配信などで応援よろしくお願いします。 VC 福岡監督の佐藤です。2回目のチーム合宿を福岡で迎え、チームの雰囲気はものすごく上々です。昨年ファンの皆様を興奮させた本田悠希はいませんが、チームの全体的な力はものすごく上がっているのかなというふうに実感しております。今年どこかで表彰台のど真ん中に立てるようチーム一丸となって頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。横塚浩平選手です。僕も今年1年目になるんですけど、やっぱりチームの全体の雰囲気も良くて、合宿で一緒に走った際には、やっぱ既存のメンバーも新加入のメンバーもお互いの意見を、気軽にこう言い合えるような仲なので、とてもいい雰囲気なので、これからが楽しみなチームです。さあ、その中で今シーズンの目標はいかがでしょうか？そうですね、チームはまだ、リーグ発足して1勝もできない状態なので、まずは表彰台としてまず1勝っていうのを目標に掲げて、頑張っていきたいと思います。それでは最後に皆さんに開幕に向けてのメッセージをお願いします。そうですね、今年の VC 福岡は、去年よりさらに強くなっていると、自信を持っているので、ぜひ応援よろしくお願いします。レバンテ富士静岡の監督の海野和治です。レバンテ富士静岡は静岡県東部を中心に活動する地域密着型のサイクリングチームです。発足から3年目を迎え、今季は悲願の初優勝を目指し、チーム一丸となって頑張ります。このようなご時世ですが、サイクルスポーツの力で地域を元気に、日本を元気に盛り上げていきます。応援よろしくお願いいたします。それでは選手にご登場いただきましょう。佐野純也選手です。今シーズンの目標を教えてください。はい、今シーズンはですね、昨年惜しいところまで行ったんですが、達成できなかった表彰台に乗るということを目指して今年は頑張っていきたいと思います。そこに向けてチームの準備は今いかがでしょうか？そうですね、昨年先ほど、アナウンスでもあっての通り、モンゴルの新しい2人の強力な選手も入ってきましたし、また馴染みの選手もね、みんな一生懸命練習しているので、今年はそこに向けて、チーム一丸となって頑張っていけばそこを達成できるんじゃないかと思います。開幕に向けて皆さんにメッセージをお願いします。はい、僕らはね、毎日富士山のエネルギーをもらってね、元気に走っておりますので、その元気を皆さんにも分けたいので、ぜひとも私たちを応援してください。応援よろしくお願いします。はい、埼玉ディレイブ2021年度はチーム総合9チーム中9位という残念な結果になりました。ただ後半には調子を上げてくる選手もあり、希望の光も見えてきました。2022年度はどの大会でもシングルリザルトに残る選手を出す、こんな目標に向かって今進めています。ただ我々のチームは個人の力ではなく総合力を使って戦えるチームにしたいと思います。2022年度も応援ほどよろしくお願いします。藤田亮平選手です。まだうちのチームには優勝と、表彰台もまだ経験がないので、そこを目指して
頑張っていきたいと思います。その中でチームの今の力、状況いかがですか？そうですね、新規加入選手も参加して、しっかりみんなで練習できているので、チーム学力も高まっていると思うので、まあ、いいんじゃないかと思います。それでは開幕に向けて皆さんにメッセージをお願いします。はい、埼玉 DAVE は埼玉県からサイクルロードレースを盛り上げていきたいと思うので、はい、応援よろしくお願いします。新加入マトリックスパワータグ。マトリックスパワータグの安原です。2022年またレースが始まります。我々は海外のレース、国内のレース、どの場所で走るレースでも勝ち負けにこだわるよりはやはり存在感を示して、マトリックスパワータグが出てるレースは面白いし楽しいし勇気もらえるなって見てる人にそう感じてもらえるようなレースを心がけたいと思います。ここ 2,3 年、コロナ禍の中で皆さん、思い通りのことができないと 思いますが、曇る時もあれば晴れる時もあります。これからは晴れると信じて、22年我々と一緒に、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。それでは選手にご登場いただきましょう。小林麻里乃選手です。あれはずっと JBC だけだったんで、今年は JCL もう走れるんで、JCL はやっぱ中継があって僕たちの走りを見てもらえるんで、それが楽しみです。さあ、その中で今シーズンの目標はいかがでしょうか？僕個人的な目標はちょっと秘密なんで、まあ、チームは去年の勝ち星を全部UCI も含めて、 UCI、JCL、JBC も全部含めて去年の上回れればいいと思います。さあ、楽しみにしているファンの皆さんに開幕に向けてメッセージをお願いします。今年からはね、僕たちのレース の映像も見れるので、すごく選手層が厚いチームなので、僕たちチームが増えるだけで、多分見てる側はレースの、ね、楽しみが2倍ぐらいね、増えると思うんで、楽しみにしててください。お願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ他のメディアの頭を上げます。声掛けする方向に顔向けたりお願いします。お越しいただいて、ぜひこうご覧になっていただける、そんな一年になるといいなと、まあ、我々レース作っているもの一度考えております。何卒ファンの皆様、応援よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございます。JCL の方に参戦するということで、うん、まあ、そうなったいきさつといいますか、経緯を話せる範囲 話せる範囲で長いで、だいぶ多分1時間ほどかかるんです。じゃあそれをずっと片山さんと一緒に やった方がいいんだけど、その方いや、参加する経緯はなんで参加するようになったんですか言うから、まあ、話長いで、もともとは、うん、まあいろいろあったけど、みんなでそういう風にね、うん、っていうのは本当に自由すぎだからあって、でもさっきでも聞いてて、やっぱり持ってるな安原さんで、その存在感はマトリックス大きいじゃないですか。だからそのが一緒に入ってくるだけも業界的にも大きいし、その前にガブさんが来てて、ガブさん高槻市出身なんですよ。いきなりちょっと呼べってで、なんで一箇所だけ名前入ってないんだって、俺はそれが気に食わんと怒ってて、行った時に、いや実業団でとかっていろいろ話したら、なんかそんなの分かんないですから名前入れろとかって言って、それだけ約束しないととかって言って怒られてて、いや安原さん持ってるわさすがと思って、川淵さんが高槻市出身っていうな、まさかうちらのチームの本拠地市長もすごい仲いいから、もう行っといて、じゃあ大阪って行ったら、じゃあもうマトリックスでそれにもうまた後押しするからって名前入れろって、ちゃんと証拠で今名前入れなあかんねん、どうしようか川口さんにはよっしゃ入れますわ言うたものの、ちょっとどうしようかな帰ってからね、帰ってからちょっと辻社長にまず報告させて、いろいろあるからね、加藤さんが謝りに来ますか、まあ、まあだからこうやって、もともとは一緒にやってて、まあ、ちょっとした
行き違いからこういう風なことになったし、まあまあ改めてコロナのせいですよ。やっぱりみんな先行き不安になって、そうやってどうなるか分からない時に、まあ本当にこうスポーツ庁がスポーツの産業化するっていうのを全面的に言ってくれたし、自主さんみたいにラグビー含めて応援しますよっていうのは言うに言えなかったんですよ、僕たちも。でもそれが今さらにこの前の BC の投資関係役が終わったみたいなのに、やっぱりこう新しい自転車界も普通のスポーツみたいにしましょうってなってきたから、うん、じゃあもうみんな分かってきたらだんだんと政府にトップリーグ機構に入れてもらって、同じようにこうちゃんとプレゼンス上げてやろうと。で育った選手はまたそこも侍ジャパンみたいにこう行こうっていうのがみんな言ってくれてるし、だそれにはちゃんと、まあ、また一枚はなってやろうと思って、うん、以上マトリックスパータグでした美味しいとこだけどで実際、まあ、昨年そういった形で JBCF と、まあ、JCL という形になって、うん、まあ、当然 JBCF の理事長としての立場もやっぱあったのでっていうところで、まあ、当然 JBC の方もきちっとやりつつ JCL の動向っていうのも多分気にされてご覧になってたと思うんですけれども、その辺はどうだったんでしょうか。特にそんな気にしてないけど、ね、今別に気にしてないねんけど、いや僕自分はまあ立場もあんねんけど、やっぱりメインはチームの監督やから、やっぱり選手がやっぱり活躍できる場をっていうのでね、でなおかつそこで何ていうの、やっぱり選手の強化とかね、そういうことを考えてるから別にどうなろうとっていうね。でもやっぱりここはまあここは大人の事情でこうなって、でここ話すとまた長なんねんからあれやねんけど、結局誰が犠牲になってるかっていうと選手が犠牲一番になってる。大人の事情の中で、まあ、それやったら大人が我慢すればいいよなっていう。でやっぱり一回こうなったらじゃあ来年みんなでまた一緒にっていうのもなんか難しいから、 でもそれ言うてたらいつまでもあれやから、やっぱこういう立場の人間のチームがまずバンと入ってもらって、でその代わりお前のところも来いってバンってこう一チームずつまずここから始めて、でゆくゆくはね、まあ、前のように一緒にピッチで走れる形作りたいなっていうことで、数々の非難を浴びながらこっちに来たわけです。これ今度こっち走りますとか言ってたらまたあのさん裏切りやがってって言う人もいっぱいおんねんけどねでもやっぱりそういうんじゃなくて、やっぱり選手を犠牲にするのは良くないから、やっぱりそこはね、まあ、選手のためにも一緒にやって、いこうってやっぱり自分で決めて、でこう非難を浴びるのは覚悟で、こんなん、まあ、適当にカットして流せるとか避難民の覚悟でこっち来て、で、まあ、一緒にやっていこうかな。でもう一つは今片山さんも喋ってたり、あの加藤こっちのか今社長っていうのかな、あいつらが口うまいのよ乗せるよ。俺はね乗せられるとよ、まず褒められるの大好きやし、乗せられるとさこいほい乗ってまうから、もう片山さんとかもうまいことこう、加藤とかもまたうまいこと乗せ、大体この実業団の理事長になったもん、栗村やあの辺にうわーってうまいこと乗せられてな、知らうちにこんな立場になってたりとかな、それは褒められ好き乗せられ男やからな、で乗せられてこっち来たっていうのもあんねんけどそれもあんねんけど、まあまあでも一番いや早く元の一緒に走って、大体さ日本のロードレースだったら、アブさんいうこと言ってくれてたけど、大体クソ弱いんやけど日本のやつらの全員クソ弱いやつが弱いもん同士で走ってて、いつも強なれへんねん、弱かったら弱いでちょっとだけおる強いやつも一緒に走らせて、弱いやつも走らせて、やっぱり全体上げていかなあかんよ。大人の諸事情いろいろあるけど、そこはもう考えると選手をやっぱり強くしていく、特に今こういうややこしい疫病が流行ってな、海外のレースが行かれる時やから、今こそ国内でがっちりレースやって日本人同士でそうやってお互い切磋琢磨して強化していかなかった時、そんな時にこんなんしてたらあかんなと思ったから、まず自分から来て、それでまあ頑張ってやっていこうという思いで、こっちに登録するようにしました。高いけどね、こっちの登録料、こっちの登録がやはり高い、その割には賞金もそんな高ないからな、これどうしようかいなっていろいろ思ってるけどまあまあそんなんもあるけどね、まあ、なんとか、まあ、戦う場を求めて、ね、でまあ、一緒に、まあ、向こうから避難もね
JPT 出してくれるっていう人に、はい、お互いも盛り上げていってくれたらなと思うんですけど、まあなんとか栄養になるように君らも協力してくれてやな、はい、あんたら年してそんなんしてる場合ちゃいますねっていうの、困ってんのは選手ですよっていうの君らからなこう言うてもらったら、あそうか、今辛抱しようかな、いらっしゃいませんでしたねって、いやこっちこそすいませんでしたっていう感じで、でも俺は今さっき川口ちゃうもんとちょっと思った時に、僕実業団の代表で片山さん代表で実は今揉めてますね、なんとか仲裁してくれませんかって頼もうと思ったら、どういうことしはんのかなっていうのを見たんですよ。でこっちの理事にもうるさいやつおるからそんなやつも連れてきて、川口さんがこれどういう風に引っ付けるのかなっていう手腕を見てみたいなと思っててんけど、まあそこまでハロてないみたいだからそれはやってくれへんねんけどまあまあでもね、あえて自転車のことを勉強しちゃってね、やってくれてるし、ね、だからそういうのも含めてやっぱり我々と君らもね、君らも入ってやっぱり一緒にやりなさいよっていうことをね、やっぱりみんなで盛り上げてほしい、それが選手のためだと俺は思うよ。ちょっと絵描く言ってるけどね、絵描く言ってるけど、そういった中で、うん、選手のことを考えると、うん、やはり今年 JCL にマトリックスパータグを走るっていうのは、うん、やっぱりマンセボしかり、うん、ホセしかり、うん、やっぱりそういった選手たちがまたこう、ね、日本の選手たちのいい見本になるんじゃないかなと思うんですけど、そうやね、だから俺な浸ってるんやでって言いたい浸ってたよ、ありがとう言えよお前らやっぱりあいつらが大体さ、君らもそうやねんからさ、マンセボやホセやいいか、うちの日本人が怒るわけよ、ほらもう外人だけ走らせてるわけよ、違う、うちの日本人も実はあいつらのことでだいぶ強くなってるわけよ、だからマンセボらに強くしてもうたマリノとか安原大輝とか吉田隼人も走って、で共にこうみんな強くなっていこうやないかっていうあれやからな、まあそのマンセボやホセやっていうの分かんないけど、もうちょっとうちの日本人のことも言う、はい、言うたってほしい、あのこの後ちゃんとマリノからもコメントもらうそ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 う、いやあいつらもやっぱりね、おかげでだいぶ強くなってきて、やっぱりこの監督がギャーギャー口で言うよりも車誘導してついてこいってやるよりも、やっぱああいう選手が身近によってトレーニングとレースを一緒にやるっていうね、やっぱり身を背中で教えてくれてるっていうね、それでやっぱ踊るほど選手のレベル上がった、俺今まで車誘導で一生懸命何やってた、あれ何やったんやいうぐらいのやっぱり、まあ、その強化の仕方はいろいろあるけど、やっぱり自分が十何年やってきて行き着いたんか、やっぱああいう選手がいてくれないと選手強くなれるって分かったから、大体うちが雇ってる選手でなんでよそのチーム強せなあかんねんって、そういう小さい根性ではいかんからな、いやみんなでうちの選手作ると違うなって、もう日本のレベル全体を上げたいから、何度も言うようにこれはもう J プロツアー一緒にやってるとか言ってるけど、日本の J プロツアーで総合優勝したやつはそのまま向こうのプロツアー取り組んでるな、行けるぐらい大丈夫やって向こうの認識させるぐらいやっぱこっちをレベル上げたい、だからそういう思いでね、外国人呼んできたりさ、自分が勝ちたい、それもちろん監督やし勝負師やから自分が勝ちたいという気持ちもあんねんけど、レベルを上げたい全体のね、でそれには今ああいう外国人に来てもらわなかったからっていうのがね、でまあ来年はまあどうなるかわからんねんけど、来年はまた日本人半分ぐらいクビにして強い外人入れようかなと思ってるから、日本の選手もこれ見て頑張れよってうちの日本の選手も半分ぐらいやめさせたわ。JCL と関係なく、やっぱりもうレースが始まれば、やっぱりマトリックスらしい走りというか、そう、そういうレースはやっぱりやっていきたいなという感じですかね。もちろん、それはもう勝ち負けは大切やけど、やっぱ勝ち負けよりも、さっきも言うたけど、やっぱ存在感を示して、ロードレースはこうやって走るんやでっていうな、そんな、一回も前に出て、出てきて、最終的に最後だけ、ちょーんって勝っても、そんなんは勝ちじゃありませんよっていうことをな、やっぱりあのファンの人に知ってほしい、やっぱりその、まだあのファンの方も、そこまで分かっていらっしゃる方も少ないです、だからサッカーのサポーターの人らみたいに、阪神タイガースに甲子園に来るおっさんらみたいに、勝ったら褒めるけど負けたらアホこけ何しとんじゃ帰れっていう、そんな風なことを言うファンの人が、そういうのでファン選手を育っていくわけだから、俺見てたらさ
どこのチームとは言えへんけどさ、あんな関東の方のチームなんかでもさ、なんかレースでちぎれてきた選手に、な、頑張った頑張った、何々君よ頑張った、すごい良かったよとか言ってる。孫の運動会ちゃうぞ。孫が運動会走るときはそういうの言えへんけど、お前ちゃうよ、お前ら何ちぎれてんねん、そのまま向こうに練習200キロ行ってこいとかな、ファンの人らがそれ見て怒って、やっぱりお前ら何してんねんっていう、ファンの人が、まあ、まさしくサポーターやね。そんな風にファンの人にもなってもらいたいんだよね、俺はね。勝ったら、勝ち負けじゃなくていいレースしたら褒めてやる。しょうもないレースして、たとえ勝ってもしょうもないレースやったら、ペーン何しろよな、だら恥ずかしいレースしやがってっていう風なことをファンの皆さんがね言ってくれるとかね、そうやって選手を育てていってほしいなと、あの見てる方のように、ね、走ってる方はうちがバーンとペース上げて強くさせるから、ファンの人はそういう感じで、自分のところのチームは猫可愛がりするんじゃなくてな、厳しい目でねやっぱり育てていってほしいなっていう、そういうのよ、思う、だからやっぱりこっちはあのちょっとファンの人に来て見に来てもらうようなレースをするって言うてるんだから、まあ、見てる方の人もねやっぱそういうふうな感じで、あの覚悟持ってね、やっぱ選手レベル上げてほしいなって思うんやけどね。ごめんな、なんかしっかり見せたいっていうのは、そうあの JCL の中継との親和性はすごくいいんじゃないですか。マトリックスがバン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 こうレースを動かして作ってるところがどん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 映像が出るっていう可能性は、まあ そ, うね、そう、だからええ意味で、ええ意味か悪い意味か分からないんだけど、そういうところが全部分かってて、で結局あの人勝ったけど一回も先頭出てなかったよ、あのチーム、いや選手チームが そういう動きしてたらいいけど、あのチーム一回も出てきてなくて、あの人だけ最後だけ出てきたねっていうのが分かるよ、こっち。そういうことは恥ずかしいことだっていうのをね、こうやって言うていってね、でだファンの皆さんよう見といてくださいよって、そんなことこういうことやってるのこれダメですよっていうのをやっぱりみんなに知ってもらって、ね、さっきも言ったように、皆さんで選手に知ったしてほしいなっていうね。さあいよいよ JCL も始まるなっていう雰囲気になってきたと思うんですけど、はい、今の率直なお気持ちから。そうですね、まあ、去年 JCL が発足してで今年2年目なんですけれども、またそうですね、たくさんの多くのこうスポンサー企業さんに、ついていただいてバックアップしていただいて、でまた大きく成長できるチャンスをもらったなという印象ですね。なので本当に今年からマトリックスも参戦してきてくれますし、やっぱり強いライバルがいてのこそのこの一生の重み、一生の嬉しさなので、ここはすごく純粋に嬉しく思ってますね、はい、今年はまた改めてですね、チーム総合優勝も取りたいし、個人総合優勝もチームで狙っていきたいなというふうに思ってますね。ワクワクしてます。まあ、今出てきたチーム総合で昨年4勝を挙げて、はい、チーム総合では1位ってことになりましたけど、はい、今お話出たようにマトリックスが入ることによって、はい、まあ、またそのチーム総合、はい、いろいろと、もう難しくもなるでしょうし、はい、どう取っていくかというところで、考えなければいけないことが増えると思うんですけど、そうですね、その辺今どう思ってますか。まあ、でもやっぱりレースに臨むにあたって、まあ、シーズン開幕まで残されている期間というのはもうあとわずかしかないんですけれども、まあ、その期間で全力でやっぱり準備を整えていく、まあ、責任がやっぱり僕たちにありますし、まあ、その先にどういう結果が待ってるかっていうのは分からないですけれど もう全力で戦っていくだけですね。でも何ですかね、まあ、僕は選手として、まあ、フィールドで、まあ、レースで戦う立場なんですけれども、まあ、見てるお客さんたちにとってもすごく去年以上に楽しいシーズンが待ってるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、例えば、まあ、去年でいうとまたこのチームとこのチームの戦いかよみたいな、こう、うん、結構ワンパターンになりがちだったところのレースも、うん、まあ、ワンパターンではちょっと言い過ぎですね、なんですかね、やっぱりチーム数、参戦しているチーム数、選手数が少ないから、うん、レース展開がなんとなくこう読めてしまったりとか、そういう部分もあったと思うんですが、今年は
またねマトリックスが入ってきてくれたことで、見てる人たちもまたより一層ワクワクできるようなレースが待ってるんじゃないかって思っていて、だからこそガチで行きたいですね、はい、あとは個人的には、はい、久しぶりにシーズン通してホセと走る、はい、っていうのも、はい、どうですかね。結構よく増田選手といえばホセとの縁は切っても切れない、はい、と思うんですけど、本当にでもホセが日本に来てくれて、でなんかホセのおかげで僕もでもその頃もう20代後半でしたけど、すごく成長させてもらって、で今があるんで、また彼と一緒に戦えるというのはすごく嬉しいですよね。ね、なんか譲らないですね。もういろんな思い入れはあるんですけど、やっぱりレース戦ってる時はもう敵同士なんです、うん、はい。逆にどうでしょう、そういう増田選手とホセとのそのつながりとか、そういったものを、はい、まあ、この後若い世代とかに少しこう見せることもしたいなっていうのはちょっとあったりしますかね。そうですね、僕とホセがそうであったように、やっぱり強いライバルがいることでやっぱり成長できるっていうことは本当にただあると思うんですよね。だから、まあ、それが何ていうんですかね、まあ、ライバルじゃなくても僕自身がまあ、レース通して、まあ、強くいられたら、まあ、若手の目標に なれたら、まあ、そういった選手たちも成長できるでしょうし、なんかまあ今宇都宮ブリッツェンのキャプテンとして走ってますけど、その JCL 全体のなんですかね、こう選手たちのことも少し考えちゃっていますね、はいはい、やっぱり年齢的に38になってもうなんていうんですかね、だいぶベテラン通り越してなんだっていう話になってきてるんで、いろいろと若手に伝えられることも伝えていきたいなって思います、ね、うん、そういうこと考えるともっと年上のおじさまが、うん、そこにいますね。そこにもいるしマトリックスも、はい、そうですよねっていうのは、そうだそうだ、はい、マンセボさん本当にもうねレジェンドなんで、本当に刺激的なシーズンになるんじゃないですかね、うん、今年は、うん、その中で、まあ、当然若い選手たちに背中を見せるという気持ちもあるでしょうけど、はい、JCL で他にこう求めたいことっていうのは。そうですね、 JCL でやっぱり見てる人に届くレースだと思うんですよね。これ配信もしっかり力を入れてますし、まあ、プロモーションも含めてそうなんですけれども、まあ、であるからこそ、まあ、僕たちも下手な走りはできないな、こう卑怯な走りとか、まあ、全てやっぱり映されているので、ね、うん、今まではなんかこう、そんなことしていいんかよみたいなこうシーンとかもレース中にあったりとかもしたんですけれども、やっぱりそこら辺も含めて、まあ、自分たちもこう責任感があるというか、うん、なので、まあ、今まで以上にやっぱりこうリーグを盛り上げてくれようとしているので、 JCL もそれに応えられるだけの、まあ、実力と走りをしていきたいなっていうのはすごく、感じてますね、うん、はい、チームは週1、はい、確実にやってると思うんですけれども、はい、どうですかチームの状態の方は。そうですね、まあ、ここも、まあ、決してやっぱり一筋縄ではいかないなっていうのは本音で、まあ、怪我だったり故障だったり、まあ、いろんなトラブルでこう、 うまく調整できてない選手もいるんですけれども、まあ、そういった選手たちも、まあ、最速でこう復帰できるような道を探しながら、あとは、まあ、今いる選手でこうどれだけ上げられるかというところにフォーカスしてやってますね。でもやっぱり自分自身キャプテンなので、全員としっかり一人一人とこうコミュニケーションを取れるようには努力してます、はい、でまた今年も開幕戦が、はい、栃木での2連戦ということ で、 そうです、ね、昨年はそこ2連勝できて、はい、いいシーズンができたと思うんですけど、はい、今年はどうでしょう、どうですかね、まあ、こればっかりはもういくら準備して もう俺はもう今日絶対勝てるぞみたいなこう準備をしてて、絶対にこの中で一番強いだろうと思ってても、しっかり流れが来ないと勝てないのがやっぱりロードレースですし、それこそ数十人出ても勝てるのは1人なんで、まあ、その可能性を少しでも上げるために今準備しているというところですかね。なので、
まあ、絶対に勝たなきゃいけないとはまあ思うんで分かってるんですけど、だからといってそんな簡単に勝てねえぞっていうのも分かってるので、そこまでのプレッシャーは感じてないですね、はい、でもまあ、盛り上がるためにはね、地元のチーム勝つのが一番なんで頑張りたいです、はい。まあ、新たに今シーズンから JCL でも走るっていうことになりましたけれども、はい、まず、まあ、率直な思いというかそれぐらいを伺えればと思うんですが、まあ、率直な思いはレース数が増えるってことはすごくいいことだと思ってるんですよ。なんだろう、まあ、ワンデーとかツーデーが多いんでやっぱこう隔週になっちゃったりするんですけど、でもそれって別に全然僕たちのチームは結構、まあ、すごい若い選手って少ないじゃないですか。みんな結構経験があっていろんなところで走った選手たちなんで体力的には全く問題がないと思ってる。でやっぱりランキングとかいつも JBCF のランキングとかやっぱりランキングに向いている選手のためにみんなが走るようにどんどんこうシーズンが経つにつれて偏っちゃうんですよね。そしたらそれこ そのなんだろう、アシストの選手とかのモチベーションとかにも、ね、関わってきて、いろんなタイプのレース走ったりこうやってランキングとは別なものがあることによって力はあるんだけどこっちにいつもアシストしてなきゃいけなかった人たちにチャンスが回ってくるってと思うんですよ。そういう風にできると思うんで、そしたらチームの、ね、士気も上がりますし、まあ、もっと、ね、いろんな選手が結果を出すチャンスが増えるんじゃないかなっていうのは思ってます。実際去年の JBCF のレースとかでも、うん、まあ、周りの選手もそうですし小森選手とかも、はい、あわよくばっていう場面あったじゃないですか、結構、はいはいはい、そういうところが逆にもっと本当に狙える選手が増えるっていうイメージ。そうですね、そうですね。あとそのやっぱりまあ、そうですね、いろんな選手がそういうのでやったりとか、もうそれこそ普段はエースだって言われてる選手が、もうちゃんとアシストに回って普段序盤から動いてる人が最後まで温存してどのくらい戦えるのかっていう試す場とかにもなると思うんで、いろんなことを試せるので選手が、うまく伸びるためにもそういうの必要だと思うんで、逆に昨年、まあ、別々の状態になってた時に、はいはい、どうでしょう、 JCL の情報とかっていうのは少し気にしてみたりとかしてました？いや、全然気にしてなかったです全然気にしてなかったです。全く、分かってない、まあ、僕毎日一緒に練習してるのが小石さんなんですよ、はい、なのでそこでこう練習中に話したりしてなんか情報とか入ってたり、あ、うちのレースこんなんだったんだよみたいなのありますけど、全然僕は分かんないです、見てなかったし、リザルトも見てないし、はい、じゃあ結構本当にまっさらな気持ちでフレッシュな気持ちで JCL に臨めそうというか、そうですね、はい、楽しみですね。中継もあるんでやっぱ走り見てもらわないと何も始まらないと思ってるんで、中継があるってことは、まあ、この先ねこういうのがいつまで続くかわからないですけど、初めてですよねこういう中継がしっかりちゃんとやられるっていうのは。だから、まあ、自転車、日本の自転車業界にとってはもう大きな一歩になったんじゃないですかね、去年 JCL がやったことだから楽しみです。あ、JCL でですか、全然まだ僕スケジュール見てないんですよね全然見てないんで、うん、まあまあ全然なんだろう、出るレースは僕は全力で行ければいいと思ってるんで、まあ、あとロードレースこっちの方が多分J プロツアーのああいう短い なんだろう、周回のロードレースよりもちょっと大きいちゃんとしたのがあると思うので、はいはい、そういうのはしっかり全部狙っていきたいな。じゃあ秋吉台のハウス走ってみたいですね。あそこも結構楽しみですか、はいはい、楽しみですね、そういうレース、はい、あとは逆に今小石選手練習してるって話もありましたけど、JCL の方の選手で、まあ、注目してた選手というか注目してる選手と一緒に走るの楽しみにしてる選手とかって、まあ、楽しみなのはあれですね、増田さんですね、やっぱり増田さんですね、もういい年してるんでねこのままやめてほしくないですね、ちょっと前のご自身のツイッターでも増田選手のことをやっぱりそのシーズンの間ずっとムラなく走れる増田さんってやっぱみたいな話のツイートされてましたよね、はいはい、そういう意味でも増田さんがそうじゃん、僕は今はね日本で一番強いのは増田さんだと思ってるんで、増田さんですね、やっぱり一緒に走りたいですね、もっと走りたいですね。残念ですよね、こうやってリーグが分かれてこうやってすごい選手と走る機会が僕とかよりもっと下 の年齢の JBCF 走ってる子たちが結局機会がないわけじゃないですか、だからそういうのはすごく、残念で、ね、やっぱり
なんだろう、選手成長するって自分より強かったり年齢が上ですごい人たちと走っていってそういうのを見て話聞いて情報を得てそれでもう自分もっと強くなっていくと思うんでこういう機会がねもっとできればいいと思いますね。逆に言うと JCL の若い選手たちに周りの選手の走りを背中で語ることもできるということですね。あ、そうですね、全然僕そういうの考えたことないんですけど自分が上の人たちの見てるだけでまだまだ僕は全然そういうのは全然考えてないんですか。じゃあ最後に、まあ、JCL で、JCL でロードレースを知ったっていうファンもひょっとしたらいるかもしれないし、そういうところにはマリノ選手お初になると思うので、まあ、こういった走りを見てほしいとかチームのこういうところを見てほしいっていうのがもしありましたら、まあ、なんだろう、その、まあ、あんまこれ見てほしいっていうのはないんですけど、まあ、見てたら絶対僕ら出てくるんで、まあ、あの楽しんでもらえればなと思います。かなり僕らが、ね、1チーム加わるだけですごく変わると思うので、レースの中身が。なので、まあ、楽しく見てもらえればと思います。そういう始まりますけれども、はいはい、今のところのチームの状況というのはどうでしょうか。そうですね、あの去年に引き続きあの順調に準備は進んでおりますので、あの4月のシーズンスタートからですね、去年はうちのブリッツさんにもう電波にされたんですけど、まあ、開幕戦からフルスロットルで頑張りたいかなと思ってます。はいはい、昨年正木選手が個人総合、はい、で元気選手が三学賞ということで、はい、ジャージ2枚取りましたけれども、はい、その昨シーズンの評価っていうのは今どういうふうに今思ってらっしゃいますか。そうですね、我々としては、選手すごく頑張ってくれたなと思ってます。で、シーズン初めからやっぱりプレッシャーっていうのはあったので、何でしょう、他のチームを見てもですね、我々は頑張らなきゃっていう意識が選手間の中ではあったので、初戦、さっきお話しした初戦のところで、悔しい思いはしたんですけど、そこでまあ選手チーム全体で火がついて、まあ、そこから、順調に最終戦までいけたかなと思います。はい、今シーズン、まあ、新規チームとしてマトリックスパワータグさんが、JCL の方も走るということで、まあ、あのチームに入るだけでかなりレースの雰囲気も変わってくるんじゃないかなと思うんですけど、その辺はどう見てらっしゃいますか。とても強力なチームでして、で、去年の大分のレース、UCI の大分のレースを見てもお分かりの通りで、圧倒的な強さがありますので、我々チームとしてもマトリックスのチーム対策というのは必要になってきますし、それに、マトリックス様が来ることによって他のチームのエース格も動きやすくなったりとか、マークが外れたりとか、より活性化してくると思うので、我々もそのマトリックスが入ってくる効果をうまくこう使いながら有利に進めていければ、我々も、今年も、いい成績を収められるかなと思っております。はい、ま、特に、ま、JCL に特化しての部分なんですけども、改めて目標といいますか狙っていきたいものというところを改めてお伺いしたいんですけど。そうですね、もちろん個人総合2連覇はもちろんのことなんですけども、あとはチーム総合を取りたいなと思っていますので、2本立てで頑張りたいと思います。あとは若手選手も入りましたので、うん、彼らの成長もともに見ていきながら、ベテランの硬いところで勝負もあるんですけども、うん、若い選手のチャンスも作っていきたいかなと思います。はいはい、あとは監督個人的なところでいうと、今シーズンから GM も兼務になったんですよね。はい、そうですね、そうですね、はい、その辺で少しこう業務的に変わったところとかってありますか。そうですね、前任の加藤が JCL の方に社長として入ってますので、今年から加藤が勤めてたところも兼務ということになるんですけど、2015年からチーム、始めてきまして、だいぶ活動的にも安定はしてきているので、極端に業務量が増えるだとかそういうことはないので、これまでサポートしてくださった、企業の皆様の関係者の皆様にご挨拶しながら助けていただいて活動しています。はい、逆にその JCL 2年目の JCL にチーム側から期待したいこととかっていうのは何かあったりしますか。そうですね、
ライブ配信、とても各方面からの評価が高くて、我々チームとしてもアピールする場として大変ありがたいかなと思っています。なんでこれからコロナが明けて、お客さんが会場に来れるようになった時には、お客様の満足度だったりとか、そういうところでお客さんが会場に来てくださる仕掛けをしていただけると、我々チームとしてもなんていうでしょう、こうよりこういいパフォーマンスにつながるかなと思いますね。はい、わかりました。はい。